引き返るに似た、引き岩引き岩群ふるさと自然公園センターは、和歌山県田辺市と、鳴る町の引き岩群国民休養地内の展示施設。田辺市ふるさと自然公園センターとも称される。ふるさと自然公園センターと略する。引き岩群のふるさと自然公園国民休養地の中心施設。引き岩群のそばの岩口池のほとりに、和歌山県が整備し、 引岩郡国民休養地の中心となる施設とされる。田辺市が管轄する。展示内容は田辺の生物と自然の仕組みや成り立ちを写真、パネル、標本などで紹介している。岩口池は田辺氏水市随一の桜の名所で毎年春には桜祭りが開かれる。観察指導員が生き物や自然観察について教えている。また、センターを利用して 季節に応じた自然体験、観察教室が行われる。観察教室は、引き岩群の生き物観察や、海辺の生き物観察、野鳥の観察、星座の観察、昆虫や植物の採集と標本作り、生物童貞の教室が行われたり、また、カビやプランクトンなどの観察会などが行われる。和歌山県のレッドデータブックで、 絶滅危惧種とされている霞山小王の観察会も行われている。田辺市の侵入生物であるアライグマの防除対策にも取り組んでいる。天神先では海の生き物観察が行われる富田川では野鳥観察が行われる生物飼料昆虫の標本、高等植物の標本、天神先の貝類及び和歌山県内の陸産貝類の標本。ありがとうございます。